こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、すごく珍しいことが起きました。翻訳 YouTuber の渡辺瑞香さんがですね、スノーというアプリを使って、珍しく顔出しでですね、私たちのところにメッセージを届けてくださいました。そのメッセージの内容というのがまた素晴らしくてですね、本当にね、体のエイダの翻訳をずっとしてくださってすごいことをされている方なんですけども、それでもね、視聴者さんに感謝と敬意を捧げている姿、本当に素晴らしいなと思いますね。これからも素敵な動画をね、どんどん出していただきたいかなと思っております。本当にね、渡辺瑞香さん、速稼塾に来てくださってありがとうございます。きっとですね、その速稼塾っていうグループじゃなくても渡辺瑞香さんはすごく支持されている方だと思いますし、私も変わらずですね、これからも渡辺瑞香さんにこう負けないようにね、誠実にしっかりと発信をしていきたいなと思っております。すいません、大和くんがね、ちょっと遠くで泣いてますんで言葉詰まっちゃいますね。失礼しました。それでは渡辺瑞香さんの動画上がってますので、動画説明欄の方からね、どうぞ皆さんもご覧ください。きっとこの翻訳 YouTuber の渡辺瑞香さんのこともっと好きになると思います。それでは失礼します。